プレゼンツ結婚式は愛の中で。皆さんこんにちは、野中愛です。この番組は私野中愛がウェディングプランナーとなってエルブライトハウスからお届けする A&G ブライダルステーション結婚式は愛の中でです。私が今いるエルブライトハウスは文化放送から徒歩1分の場所にあります結婚式場です。この式場でゲストの方にはウェディングドレスやタキシードなどを着て登場していただくのがお決まりとなっております。今回はゲストに西田のぞみさんをお迎えします。この後登場されますのでお楽しみに。それでは始めましょう。サンセルモプレゼンツ結婚式は愛の中で、本日も野中がご案内いたします。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルモの提供でお送りします。浜松町駅たった1分で貸し切りでアットホームな結婚式場があるの。絶対みんなにも喜んでもらえると思うんだ。エルブライトハウス行ってみよう。結婚式は愛の中で。改めまして野中愛です。それではご紹介しましょう。本日のゲストはこの方です。皆さんこんにちは、西田のぞみです。素敵、赤いドレスを着させていただきました。めちゃめちゃお似合いです。もう品と、もう本当ですか、もう上品さとすごい。あ、ない方でした。ありがとうございます。あ、すごい、なんか香る、なんか素敵な匂いが。本当ですか、ありがとうございます。やられてしまう、これは。こんな素敵なドレスを着させていただいて、とってももう感無量です。本当に、そう思っていただけて、こちらもとても嬉しいです。読んでいただきありがとうございます。いやそれでは今日はよろしくお願いします。こちらにおかけください。今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。西田さんは結婚されててお子さんもいらっしゃるということで、はい、そうなんですよ。声優のママ同士でもありますし、はい、その辺のお話もしつつ、はい、初めましてですよね。そうなんです、初めましてです。なんとお呼びすればよろしいでしょうか。そうでしょうね。私は結構、うん、漢字がのぞみに見るって書くので、だいたいパソコンとか携帯でのぞみ見るって打たないと変換されなくて、そこからのぞみるっていう風なあだ名をこつけてもらったので、のぞみるって呼ばれることが多いです。あ、じゃあのぞみるで。あ、嬉しい。よく、私もじゃあのぞみみるで今度から検索しようか。ぜひお願いします。のぞみる、はい、のぞみるってよろしくお願いします。じゃあ私は結構業界の先輩なので、じゃあ愛さんでいいですか。愛さんでぜひよろしくお願いします。のぞみる、今回の結婚がテーマの番組なんですけれども、はいはい、オファーを聞いた時はどう思われました。もうなんか単純に、うん、なんかドレス着れるよっていう風にお聞きしたので、はい、めちゃくちゃ嬉しいですとか、絶対出たいですっていうので、もうハッピーハッピーですね。なんかこういうドレスがいいですとかご希望ってあったんですか。なんか初めは、うん、なんか結構私最近そのレトロだとか、うん、純喫茶に行くのとかにハマってても、 おばあちゃんがやってる硬いプリンとかをこう食べたりするのが好きなので、なんかレトロっぽい衣装がいいですみたいな話をしたんですけど、なんか実際見に行かせていただいたら、え、何この素敵な赤の衣装はってなって、すいません、レトロではなくこちらにさせてください。方向転換をさせていただきました。確かにレトロってクラシカルな感じだもんね。クラシカルな感じにさせていただきました。ねえ、うん、そうなんで、純喫茶なんかハマるきっかけとかあったんですか。なん
か何でしょうね、そのインスタとかをなんか始めて、で純喫茶ってこう調べたら、どん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 いいのが出てきて、でなんか今まで純喫茶って気づいたことがなかったんですけど、でもよくよく見ると街中になんか本当に何だろう、お花で埋もれちゃうみたいな感じなくらいぎゅうぎゅうなお花の中でこうなんかポツンとある純喫茶、下町の純喫茶とか、あとなんかメロンソーダとかってよくよく見たらすっごくかわいいなっていうのとかで、ね、レトロというかハマってしまいましたね。いいよね、あのなんかあの謎のさ星座のさコイン入れて占うなんかこういう丸いやつとか置いてあったりとかさ、なんかソファーもなんかちょっとこの椅子大丈夫みたいなふかふかのお椅子だったりとか、わかります。なんかもう小さい頃とかいい、ね、うん、ラーメン屋さんになんか星座みたいななんかあったあったあった、ああいうのとかがこう懐かしくもあって、でなんか今は令和なのになんか平成だとかそれ以上前昭和も感じれる、そういう純喫茶の魅力にこう好きなんだ。そうなんですよ、魅了されてしまいました。そうなんだ、まあ、その辺もねちょっとお話、はい、伺いつつどうですどうですか実際その着てみて、いやもう本当に何だろう、あの実際にこの赤を着たりしたことはなくて、で私はもう白のドレスとあと紺色のドレス、これ真逆です ね、 ね、そう、そのドレスを結婚式で着たので、うん、なんかもう着てあこんな風になるんだっていうので、ね、なんかもうワクワクというか、うん、その幸せが止まらないです、ね、そしてなんかダウンスタイルっていうのもまたこうおしゃれな今っぽい感じがしますよね。今までは全部アップスタイルでなんかやらせていただいてたんですけど、うん、あなんかドレスもうこれで着るの2回目かと思って、うん、あじゃあなんかダウンにも挑戦させていただこうっていうので、うん、こうダウンスタイルでしかもストレートおしゃれな感じが海外ウェディングっぽい感じが下ろすとこんな感じでしましょうね。はい、させていただきました。あとなんかアットホームな、はい、お式とかにもなんかこう何でしょう、近づきやすい感じがして、はい、ね、合いそうな感じしますよね。本当にそうですね、うん、なんか私 の、 その理想の結婚式みたいな感じのは、なんかもうアットホーム で、 でなんかあのこのドレスとは全く変わってしまうんですけれども、うん、なんかいわゆる森の中で、うん、あのチュン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 はスズメだな小鳥に小鳥かしとけよそれチュンチュンピチピチピチみたいな小鳥でなんならちょっと羊さんもめーって遠くでそういるような、なんかその自然を基調としたなんかあの結婚式をもしもう一回するならしてみたいなっていう風に思ったりしてるんです。もともと結婚願望とかってあったんですか？いや結婚願望全くなくて、うん、私はなんかあのキンキンの夢を立てる癖があって、でなんか小学生の頃は高校生になるとかそっかそっか、中学校はなんか受験がないから、うん、中学生になったら私は大学生になるんだみたいなだから本当にでも今もそうなんですけれども、うん、なんかあのお仕事とかでもなんか自分がまずなんかこう一歩あの踏み出しやすいところの、うん、計画とか目標を立てたりするんですけど、だからなんかあのその小さい頃から結婚したいっていう夢がちょっと遠すぎてもあの、うん、想像もしてなかったですね。なんかきっかけとかあったんですか、決断する？そうですね、やっぱりなんか仕事で忙しい時とかにすごく支えてくれたのがきっかけになって、私はそうこの人と一緒にいたいなっていうので、なんかあの結婚したいっていう風にそこで初めて思うようになりました。どういう感じで支えてくれるの？なんかお料理をしてくれるとか。いやもうそうですね、お料理もしてくれますし、それこそ、うん、あのライブで忙しい時とかに、うん、私も本当にウィダーインゼリーだけとか、なんかあのサラダチキンとか、なんか遅いから食べないよ食べないよ、もうめんどく
臭くなっちゃってそれになっちゃうんですけど、うん、でもそんなんじゃいけないよって言って、うん、じゃあなんか僕が作ってあげるからって言って、うん、そう作ってくる、そう神様ですかみたいなありがとう、拝みたいですそれは、拝みながら食べたりとか、うん、あとはなんかちょっとなんか悩み、その仕事もそうですし、うん、なんか私生活でも実はこういう悩みあるんだよねみたいな話をすると、うん、なんかえじゃあなんか解決に向かって一緒になんか考えてみようよとかいうお話とかもできるのが、うん、私的にはなんかキュンっていうポイントで、いやそれ支えられてるね、かなり支えていただいてます。いいね、そしたらねコストパフォーマンスも上がるもんね、お仕事のね、クオリティもね、本当におかげさまでいろいろ助けていただいております。いいよね、うん、そして結婚されたわけですが、はいはい、実際の結婚式もありつつ、理想の結婚式、はい、そっか、教式、森の中ね、森の中でピチピチしてピチピチして、めめしてもうもうアットホームな動物に囲まれて、動物大好きなので、そうなんだ、そうなんだ、動物に囲まれ、うん、どんな式だそれはっていう感じなんですけど、いやいやいや、自然な感じ、自然な自然体でっていうのをやってみたいです、何人ぐらいご招待しましょうか、どうしよう、まあ、でも家族と本当に近しい友達、あと動物 が、あの大丈夫な方をぜひ呼ばせていただきたいですね。そうか、この人になんかスピーチお願いしたいなとか、はい、そういう方とかいらっしゃったりとかします、なんかもう本当になんかその奥野かやちゃんにスピーチをお願いしたくて、なんで奥野かやちゃんの声がもうすごくなんか透き通ってて、もうなんだろう、自然、もう街の中でもすごい透き通る声なんですけど、あなんか自然の中で聞いたら私はきっともうとろけてしまうっていうようなあのお声なので、スピーチをぜひお願いしたいなっていうのと、あとかやちゃんはあのものすごく動物が大好きなんですよ。じゃあぴったりだね。そうぴったりなんですよなのでもう奥野かやちゃんにぜひこうなんか、あのこちらがみたいな、あのすずめさんでみたいな、こちらがあののぞみるの用意した羊さんでとかご招待、ご紹介していただきつつ、こうなんか司会を進めていただきたいなと思ってます。癒されそう、めちゃくちゃ絶対マイナスイオンがたっぷり、本当声のマイナスイオンって感じですね。なんかあの森からは森からのマイナスイオン、そして耳からはかやたんのマイナスイオンをこう、で幸せいっぱいの浴びたいです。素敵なのぞみるを見て癒されますね。はい、いいな、確かに。じゃあそういう自然とかそういうちょっと非日常な感じで、こういうなんか演出とかやりたいなとかってあったりします？他に。いやそうですね、すごいでも迷ったんですけど、うんうん、ちょっと演出はもう全然自然とは関係なくなってしまうんですけど、ワルキューレというあの音楽ユニット、うん、あのこの間ファイナルツアーライブをさせていただいたんですけども、あのワルキューレにやってほしいなと思って、わー盛り上がりそう。そうでもめちゃめちゃ自然とは真反対な、あのなんかもう なんて言えばいいんですかね、なんかこう熱い魂をこう燃やす、うん、グループなんですけど、この曲はやってほしいなっていうのはありますか？やっぱ一度だけの恋ならっていう、うん、一番初めのマクロスデルタのオープニングだったんですけど、やっぱ恋っていう文字が入ってるので、うん、なんかその結婚式にも合うかなって思ったんですけど、ね、うん、でもなんかもう全然一度だけのみたいなめちゃめちゃかっこいいんだね。そうあのかっこいい曲なのでいいじゃない、素敵だよ。そうなんかギャップを楽しむっていう意味でも、うん、このワルキューレ全員に揃っていただいて、なんなら私も踊るみたいなかっこいいのなんかそうギャップでやってりたいなとはちょっと思ったりしております。これ聞いてじゃあうんうんってうなずいてる方もきっと、ね、社長もうなずいてる自然とは全然合わないですよね。自然あの宇宙とかであの戦うそうだよね。そうなんですよ、もうあのもう戦闘とかで規模が違うもんね。戦闘シーンで、うん、なんか私たちの力をあのなんかあの戦闘シーンでこうなんかお力添えするみたいなシーンなので、うん、自然とは全く真逆なんですけどやりたいです。いや
力添えしていただきましょう。いやそうですね、うん、もう羊さんたち戻っちゃうかもしれないですね。羊さんだけの見たい見たい、それは見たい、それはそれで見たいですね。え、はい、あ、お話ちょっと盛り上がってるんですけども、はい、一旦 CM です。という絆は続いていく。株式会社サンセルモ。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で。それでは引き続きお話を伺っていきたいと思います。はい、ということでコンセプト、はい、北欧を連想させるかのようなコンセプトでやってみたいですとあるんですけれども、はい、北欧ってどういう感じですか？実は私、うん、高校生の頃にデンマークに留学していて、うん、デンマーク、そうなんですよ。デンマーク、例えばアンデルセンで、うん、人魚姫とかマッチュリの少女とか、あとは最近だと北欧家具とか、そういうのでなんか有名なんですけれども。 なぜデンマークに行こうと思ったの？もともと私、児童文学はすごく好きで、うん、本当はグリム兄弟、グリム童話がすごく好きだったんですよ、うん、でもドイツが私が応募した時にもうなんか募集人数いっぱいだよってなっちゃってて、うん、はぁと思って、でそのドイツの上にちょこんとあるんですよ、デンマークが。あ、そうなんだ。そうなんですよ。でなんか そこのちょこんとあるところなんだろうって思って調べたら、アンデルセンさん の出身地なんだっていうので一気に興味を持ち始めて、うん、で、北欧 そのデンマークに留学しようって決めました。どうでした、デンマーク？いや、もう本当に今なんかスローライフとかですごくなんかやっぱり忙しい生活の中でスローライフって大切だよねっていうので、うん、本当にデンマークはスローライフがすごい素敵な、うん、場所だったんですけれども、ちょっと高校生の私にはスローすぎて、うん、そうだね。そうなんですよ。高校生ってやっぱりこうなんかイエーイとかやりたい時期じゃないですか。刺激を受けたいよね。何でもこう吸収したいお年頃だもんね。そうなんですよ。で、なんだろう、こう羊毛フェルトだとか、あとゆっくりこう日向ぼっこをしながらこう編み物をしたりとか、そういうことをすればよかった。なんで私はボクシングをデンマークにやってしまったんだ。まあ、それはすごい楽しかったんですけど、なんかそんな生活を送ってて、でもなんかスローライフっていうのは高校生の私でも感じられたので、なんかすごくいい思い出にはなってます。それをどう結婚式にコンセプトとして落とし込もうか。お料理とかかな、披露宴だと。そうですね、お料理がすごくいいかなと思ってて。デンマーク料理ってどんなのなの？フレスケスタイっていう。何それは？もうほぼハンバーグなんですよね。ほぼだけど何が違うんですけど、なんかちっちゃいんですよ。あー、ちっちゃいハンバーグ。なんかイケアとかにある感じ。そうもう今もうイケアです。イケア のあれ、でもあそこの地方ってすごくなんか食生活とかがすごく似てるので。そうなんです。もうあれがすごく美味しくて、あれにジャムとかいちごジャムをつけて食べたり、そのまま食べるのもすごい美味しいんですけど、本当にこういうボールの後のこういっぱいボールのお肉みたいなのとかをこう持って食べたりだとか、あと主食がじゃがいもなので。そうなんだ。そうなんですよ。もうじゃがいもこう丸々煮て、で、バターでソースを作ったやつをかけて食べたりだとか、面白い。じゃがバターみたいな。じゃがバターみたいな、まんまみたいなこと。じゃがバターにクリームを入れて、コンソメを入れて。あ、美味しそう。すごい美味しくて、でも私はすごい好きだったんですけど、ホストシスターがまたじゃがいも
みたいなたまの私たちで言う白米みたいな、たまにはパンも食わせてくれみたいなっていう文句をあのホストマザーにしてて、私はじゃがいでもでもいいんだけどなとか思いながらでもそういうなんかこうやり取り、日常的なやり取りも微笑ましかったりとか、いいよね、なかなか日本でまたじゃがいもみたいな言うこともないので、ないない、またお米とかないもんね。そうなので、なんか楽しかったです。なんかエルブライトハウスさんだったらこうコース料理にそういう一品をね足したりとかね、自分たちの好きなやつとか入れたりとか組み込んだりできるんだけど、デンマーク料理って組み込む方って勉強させます。シェフが勉強してくれるそうです。イケアのあれです。イケアのあれです。すごい美味しいので皆さん気になったらイケアに気になっちゃう食べてみてください。他の子食べる気がないもんね、デンマーク料理ってね。デンマーク料理でもなんかラクリスっていう、うん、あのすごいグミがあって真っ黒なグミで、うん、でみんな絶対に大嫌いなんですよ。で私も食べたらっていう感じなんですけど、うん、デンマークの人はもうラクリスが大好きで、もうこれがないともやってらんないよねみたいなくらい好きで、私は帰るまで全然食べれなかったんですけど、うん、友達は最終的にやっぱりラクリスがないとダメよねみたいなデンマーク人に染まってましたなのでなんかちょっとサプライズみたいな感じでみんなこれ食べれるっていうので、うん、なんかこうなんか結婚式のちょっとしたなんか面白いなんかあのデザートとしてなんか出してもいただけるのもいいのかな。うわ、なんだろうと思うよね、黒いの出てきたらね。真っ黒なんですよ、真っ黒で私は本当に苦手でした。もうなんかなしょっぱいし、うん、甘いし、うん、なんか酸っぱいし、うん、苦いし、何の味ですか、分からないんですよ、分からない、何の味とも言い難い。でもハマったらやめられない味らしい。また食べたいなってなるのかなみたいです。もう友達はすごいハマって、これを私は日本に持って帰るって言って、あのグミをグミもそう買ってました。なんかお土産ね、いいね、友達とか行く人いたらね、買ってきてほしいね。ぜひぜひ全部食べきれるか分かんないけどびっくり、面白お土産としてぜひ皆さんもいいね、お口直しとかでね、コースとか途中出てきたら面白いかもね。直されるのかどうかちょっと疑問ですがぜひぜひ、ね、いいかも。ケーキとかはウェディングケーキどんなものが理想ですか。なんかデンマークのケーキがパッと浮かぶのが意外となくって、パンがすごく多かったんですけど、でもなんだろう、じゃあ日本のっぽくしますか。日本っぽくしますか逆になんか抹茶のケーキとか食べてみたいです。なんか森の中でやりたいって言ったので、うん、なんか抹茶を森にこう見立てて、うん、でなんかあの抹茶ケーキの中にあの鳥さんとかも入れたり、あ、ね、そう、あとなんかあの苔みたいな感じの自然な感じをそうこのモコモコモコとか再現してもらって抹茶のこう大きなケーキを作ってもらいたいです。いいですね、はい、入湯してそう入湯して中には小豆とかが入ってたりとか、うん、それこそ純喫茶風ねちょっとレトロじゃないけどレトロ可愛いみたいなのでも可愛いかもしれないよね。確かにレトロ可愛いもすごいいいです ね。もうそれこそなんかあのでっかい硬いプリンとかなかなか入刀されないよでもこれがいいんですって言いながら、ね、そういうのも楽しそうですね。いいですね、いいよねということで、はい、そろそろお時間となってしまいました、はい、ということで、あののぞみるには来週の放送もお付き合いいただきますので、はい、よろしくお願いいたします。では最後にお知らせをお願いします。私西田のぞみインスタグラムやっておりますので、うん、ぜひぜひフォローしていただけると嬉しいです。もう一つリバティエイジさんでコラボグッズ作らせていただいております、キャップとあと T シャツと、うん、あと、ネックレスを作らせていただいておりまして、うん、で実は羊さんをモチーフにしてるんですよ。なのでちょっと北欧とか癒しも感じられるようなデザインになっておりますので、皆様もしよろしければ
ぜひお手に取っていただけると嬉しいです。なんか拝見させていただいたんですけど、かっこよかった。羊だけどなんか癒しいだけど、そうなんですよ、かっこよかった。のぞみるがそうですよ、かぶってるの見たら、かぶってでもなんかピンクとかもあったりするので、うん、ふわふわのお洋服とかにも着たって、うん、どっちも着れそうだよね、男の子も女の子もね。そうなんですよ。しかもあの帽子が同色の刺繍なので、うん、なんかちょっと羊さん僕恥ずかしいかもっていう男性は、うん、ある意味ちょっと目立たない感じになってるので、うん、目立たないけどでも実は可愛いよっていう感じになっておりますので、うん、もしよろしければぜひお願いいたします。皆さんぜひチェックされてください。それでは来週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。今回のゲスト西田のぞみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。浜松町駅徒歩1分、気心の知れた仲間と過ごす特別な時間、大切なゲストにサプライズで二人らしさを、エルブライトハウス。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で、お開きの時間が近づいてきました。番組ではあなたからのメールをお待ちしています。メールアドレスはainaka@joqr.net、 あいなかをローマ字にしてください。番組公式ツイッターとインスタグラムもぜひチェックしてください。アカウントはどちらもウェディング_あいなかです。そしてこの番組は放送終了後に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにてアーカイブを配信しております。過去の放送も見られますのでチェックしてみてください。それではここでエルブライトハウスからのお知らせです。エルブライトハウスでは7月8日土曜日にブライダルフェアを開催予定です。2日前までに事前にご予約をいただいた方には試食付き見学会を無料でご案内しております。ご予約の際にあいなか見たよと言っていただくとちょっとしたサービスもあるということで、ぜひご参加ください。エルブライトハウスのホームページまたはお電話でご予約ください。電話番号は035733-3390です。最後にゲストのお知らせです。7月15日22日の放送は穂積雄也さんをお迎えします。お楽しみに。ということで第222回目の放送でしたが、いやーのぞみるの赤でいいんですかね、ワインレッド赤ドレスがもうすごく素敵すぎて、キラキラもすごいし、もうとってもお似合いでしたね。なんか来週もトークも私も楽しみにしています。この後たくさん SNS に素敵なのぞみるがアップされますので、皆さん保存忘れずによろしくお願いいたします。それではまた次回エルブライトハウスでお待ちしております。お相手は野中愛でした。来週も愛の中で、バイバーイ。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルムの提供でお送りしました。